カルダムサクスコブルク語ツキは、旧ブルガリア王室の聖院。ブルガリアの国法に基づいて律大使されたことはないが、儀礼上はしばしば、ブルガリア王大使として偶された。また、ブルガリア王族として、タルノボ皇の儀礼称号を用いた。スペイン語名は、カルダムデサホニアコブルコ号対ゴメスイコールアセボ。全ブルガリア国王シメオン二世とその妻、マルガリータの長男として、 マドリードで生まれた。名は、第一次ブルガリア帝国のカンカルダムにちなんで、付けられた。リセフランセド・マドリードに通った後に、マサチューセッツ州のクラーク大学で哲学と国際経済学を専攻した。卒業後は、ペンシルベニア州立大学に進んで、農業経済学を学び、修士号を取得した。1989年、多国籍の工業企業、 ファウンテンヘッドグループに、ブエノスアイレスで働き始め、バージニア州に移り住んで、アグリビジネス企業、ジックグループに勤務した。その後は長年にわたって、スペインの通信会社、テレフォニカモビーレスインテルコンティネンタルで、総合マーケティングディレクターとして働いていた。1996年7月11日にミリアムで、ウングリーアイロペスと結婚し、二男を設けた。 2008年8月15日、妻ミリアムと同乗中に、マドリード近郊のエルモラルで木に追突して転覆する自動車事故を引き起こした。重度の外傷性脳損傷、腕部や背骨の複雑骨折、昏睡状態などの重傷に陥り、不安カルロス一世の計らいにより、ヘリコプターでマドリードの土ドオでトブれ病院に運ばれた。 サンチナーロ大学病院に移された後、12月に退院してテオのカチェイラスにある自宅で療養を続けたが、2010年夏にマドリードに移った。2015年4月7日、事故のせいで長年患っていた肺感染症が悪化して、サンチナーロ大学病院で死去した。52歳没。遺体はマドリードのサンイシドロ墓地に葬られた。ありがとうございます。